ドジャース打線、主力4人が集う。フリーマン、ベッツ、ウィル・スミス、大谷翔平。ドジャースの主力打者が一つの写真に。大谷さんでかいな。大谷さん、一番大きいやん。大谷さんでけえなー。この打線が楽しみすぎるわ。アベンジャーズやん。うおお、ついにこの並びが見れるとは。何これ、かっこよすぎ。なんだこのかっこいい4人は。四天王っぽい。四校揃い組って感じやな。さすがドジャース指名打者を任せられた、大谷翔平の威圧感半端ねえ。野球界のウィル・スミス、めちゃくちゃかっこいいな。日本人が一番大きい写真なんて過去に、あまりないシチュエーションやな。大谷大きいなってのは言わずもがなだけど、逆に、ベッツはこんなに小柄なのにあんだけ打てて動けてほんとすごいよな。ドジャースのスーパースターの中でも、大谷の体が秀でているな。大谷一番でかく見えるやないかい。日本人でこれはやべえ。本当に日本人、いやアジア人、いや人間。こうやって見るとオーラがすげえ。この打線でも強力だよね。両端の人たちスーパーマンくらい、筋肉ムキムキやんけ。今シーズン楽しみすぎるんだが。もうこんなんワンピースの4校やないか。やばい、強い、かっこいい、メンツでメジャー、ナンバーワン、ナンバーツー争うのはドジャースとブレイブスだわ。やはり、フリーマンより谷さんの方がでかいよねこれ。大谷この中でもダントツがたい、いいのエグいな。大谷が一番でかいていかれてるだろ。こいつらの総年俸足したら国作れそう。大谷のがたいだけおかしくない。本当に大谷翔平か。なんか大谷またでかくなってね。いやー、体が一番大きいですけど大谷さん。これがドジャース四天王か。これが今季のドジャースのビッグ4。と見せかけて、ここにまだ山本由伸、グラスノー、カーショー、ビューラー、ミラーがいるという。まさにヒーローやん。翔平が二回りくらいでかい。この4人の写真なら何をしても絵になるな。これが令和のアベンジャーズか。